ビスしたいなと思って。東大モスローと100円グッズ、一体どんな化学反応を起こすのか。今までいない感じになりそうですね。そしてここで初めて対戦相手が伝えられる。今回対戦していただく人にはアバレル君です。はい、まあ、もう本当よくこの番組に出てらっしゃいますし、でも全然予想ない勝ったというか、まあ古き良き様で